海と日本。夏休み、小学生を対象に海をテーマにした講座が開催されました。鹿児島海の森図鑑2018っていうのが書いてます。で、皆さんがこれから作るで、その海の森図鑑は本物の海藻を使って自分で標本にする、自分で海の森の図鑑を作って持って帰ります。行われたのは海の森図鑑を作ろうというもの。鹿児島の海に生息する海藻を使ったおしば標本を作り、自分だけの図鑑を作ります。最近は海は近くて遠い場所になりつつありますので、子どもたちには海の中の素晴らしい世界を知ってもらうのと、そこに生えている海藻の森、そしてその海藻の素晴らしさというのをですね、本物の海藻を見て触って感じてもらいたいと感じて思います。講座では変わりゆく鹿児島の海の環境についても学びました。実は今鹿児島の海は大変なことになっています。これ左は海の森が、ね、あった時の様子です。すごく、ね、たくさん生えてます。これが実はどんどん今なくなっています。こういうの、ね、海の砂漠化、今すごく深刻な、ね、問題になっています。僕たちが作った環境が、海藻をダメにしてるんだなと思いました。もっと環境を良くしていかなきゃなと思いました。さらに海の恵みをいただく体験も。煮込まれているのは天草、ところてんや寒天の原料となる海藻です。煮込んだ天草を布でこし、ジュースを混ぜたらそーっと容器に入れて冷まします。出来上がったのは寒天ゼリーです。気になるお味は？美味しいです。一番最初の状態を見てこれだから、すごい驚いて、少しコリコリしてるんですけど、でもこっちの方もなかなかいけてます。この海藻からこんな美味しいゼリーができるなんてびっくりしました。昆布とかそういう海藻が減っていってるっていうのはちょっと悲しい出来事なので、ゴミとかを海に流さないようにしたいです。日本財団の海と日本プロジェクト、活動内容は公式ホームページをご覧ください。